スタジオレインあら,あら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 まあもう起きちゃったのねおはようここに人が来るなんて初めてだからびっくりしちゃってつい私の糸でぐるぐる巻きにしちゃったのだけれどちゃんと生きているかしらきているかしら ちと締め付けすぎて、苦しくないかしらうん、大丈夫そうね。よかったわ。確認するくらいなら解いてってそうね、解いてあげてもいいけれど、条件があるわ。施設が一つ移るまでの間、ずっと… 私のの。愛を受け入れるのそうしたらこの糸をほどいてあげるああ、うん、あなたも私を愛しなさいとは言わないわ強引にするのってあまり好みじゃないのよねあなたは何もしなくていいのほんのひとか二月の間、私の愛を受け入れるの。 それだけでいいのよ。それだけで。そうよ。本当に。それだけでいいの。ねえ、周りを見てくれるかしら。ここは見ての通り、日もささないような薄暗い洞窟で、生きている人だって、私とあなた以外は誰もいないでしょう。率直に言うとね。 寂しかったのよ。孤独は心を壊してしまうわ。私も、もうすぐ壊れてしまうところだったのよ。でも、あなたがここに来てくれた、鋭い爪も牙も持たない非力な人間のあなたが、色とりどりの感情を抱き、定められた命の中で、 美しく生きる人間のあなたがそれがどれだけ嬉しかったかあなたには分かってもらえるかしらお願いよかわいい人どうか私を受け入れて <laughs> ありがとう優しいのねあなたを自由にしてあげることはできないけれど それ以外なら何でもあげる。おいしい食事も、安らかな眠りも、もちろん私だって。<laughs> あら、冗談なんかじゃないわ。あなたが望んでくれるなら、私はいつだって。<laughs> 私は荒くね。あなたを愛する一匹のクモよ。 これからよろしく頼むわね私だけのあなたここにいると時間がわからなくなってしまいそうだけれど外はすっかり日が落ちているわあなたも疲れているでしょう。今日はもうお眠りなさいな眠るまでずっとあなたのそばにいて お腹を撫でてあげるわ。そうね子守りうたも歌ってあげましょうか歌はいらないのそう残念だわそれなら代わりにお話を聞かせてあげましょう夢かうつつかわからなくなってしまうような。 ぐちゃぐちゃに混ざった物語をこれは昔々の物語人とモンスターが共に手を取り平和に暮らしていたときのお話よ小さな村に一人の女がおりました女は旗織りの名人で それはそれは美しい織りを仕立てることができました女の織りを一目でも見ようと都からたくさんの人が訪れるほどだったわ <laughs> そんなある日のことでしたいつものように女はは織りをしていたのだけれどしばらくすると。 外が騒がしくなっていたのです。何が起きているのかとそっと窓から外をうかがうと、そこには目を覆いたくなるような光景が広がっていました。武装した都の兵士たちと村人が争っていたの。村人は精一杯抵抗するけれど、 力の差は圧倒的だったわ倒れゆく村人は最後に何を思っていたのかしらふと外にいる兵士と目が合ってしまったはっとして隠れようとしたけれど兵士は「見つけたぞ」と大きな声で叫んだわそう 兵士たちの狙いは女だったの後から聞いた話だと美しい織物を独占したがったお暴貴族の命令だったのですって人間は愛しい生き物だけれどそれでもどうしようもなく愚かな子も存在しているのだとしって絶望したわいいえ 何でもなんでそれでどこまで話したかしらああ兵士と目が合ってしまったところだったわね女は恐ろしくなって思わず家を飛び出してしまったそんなことをしたら捕まってしまうかもしれないのに。 頭が真っ白になって何も考えられなかったのでしょうね。とにかく必死に走って、走って、やがて深い森の中へ迷い込んでしまったわ。危険なモンスターがうろついているから、女子供は立ち入りを禁じられていた森の中に。 生い茂る木々が日の光をもかき消してしまうから辺り一面は真っ暗で木の葉がすれる音さえも恐ろしく聞こえてしまったのそんなところへ身一つで迷い込んでしまったから女は恐怖のあまり気を失ってしまったわ意識が遠くなっていく中で 最後に聞こえたのは草を踏みしめて誰かが近づいてくる音、だったかしら人でも獣でもないものそうまるで大きな雲のようなあらあらおねむになっちゃったのね <laughs> かわいいわ愛しい人。 そのまま睡魔に身を委ねてちょうだい。また明日お話しの続きを聞かせてあげるわ。だから今はゆっくり休みましょう。おやすみなさいかわいいあなた。はいごちそうさまでした。 いっぱい食べてくれて嬉しいわその食事は口にあったかしらお料理なんて久しぶりにしたからあなた好みに作れていたか気になるのだけれど美味しかったあらそうそれならよかった愛しいあなたを思って作ったから 褒めてもらえて嬉しいさあそろそろ寝ましょうかここからだとわからないかもしれないけれどすっかり夜だものそうねこの前のお話の続きを語りましょう女があれからどうなってしまったのかそれからの出来事を。 目を閉じて、今日も寄り添ってお話ししてあげる。さて、女が気を失ってから、どれだけの時間が過ぎたのかしら。一時間、二時間、もっとだったかもしれないわね。それだけ無防備のままだったら、 命を失っていたかもしれないわよね。でも、女は生きていた。命の代わりに、大切なものを失ってしまったけれど。<laughs> それが何だったのか、あなたにはわかるかしら。答えはね、自分の体よ。人間の体に。 腕に、足までも、命と引き換えに、すべてをなくしてしまったわ。日に焼けた肌も、日々の仕事で荒れていた手のひらも、肉づきが良くなくてほっそりした足も、全部、全部なくなってしまった。女は変わってしまったの。人間から、 荒フウフこれは私の身に起きた本当のお話。嘘も偽りも混ざっていないわ私はもともと人間だったそれがどうしてかこんな体になっちゃったの最初はとても驚いたわよ。 モンスターに変わってしまったことに嘆きもしたしいっそ命を絶ってしまおうかとも考えたわでも結局できなかったわどうしてもやりたいことがあったから誰かに恋してみたかったの太陽のような熱をはらんだ自分の心も燃え上がるような情熱的な恋を 誰かを愛してみたかったの。月のように優しい光ですべてを包み込むような穏やかな愛を。人間として生まれて、人間として死んで、モンスターに生まれ変わってからも、恋も愛もほど遠いものだったわ。ずっと旗織りだけで生きていたから、 誰かと心を交わすなんて考えたこともなかったそれだけの余裕がなかったのよでもねこうしてモンスターとして長い時間を生きていくうちにやっと理解したの「孤独に耐えられるだけの強さが私にはなかったことが」ね。ずっと と一人で生きていたつもりだったのに、いざ誰もいなくなると、とても心細くなっちゃった。人間よりも強くなったはずなのに、私は弱くなってしまったわ。<laughs> 寝物語には合わない話をしちゃったわね。退屈だったかしら。ごめんなさい。 次はもっと上手にお話しするからどうか拒まないでねおやすみなさいあなたに安らかな眠りがありますようにあらおはようっていいのかしら最近のあなたは ぼんやりしていることが多くなった気がするわ体調が悪くなったりしていない熱はないかしら寒気はするかしら額に触るからじっとしていてね熱はなさそうね他は大丈夫 何もないのね。そう、よかった。あなたの身に何かあれば、とっても辛いし、苦しいわ。傷ついたあなたは見たくないもの。あなたが辛いと私も辛い。あなたが苦しいと私も苦しいわ。私は、私の心は、 あなたがここにいてくれることで生きているの。あなたは命の恩人なの。だからあなたに恋をしたし、あなたが愛しくて仕方ないし、あなたに幸せでいてほしいの。あら、恋する相手も愛する相手も誰でもよかったなんてことはないわ。本当よ。 恋をするならこんな人が愛を抱くならあんな人がなんて私だって年頃の女の子だったからちょっとは夢見たことがあったもの今となっては理想の相手がどんな人だったのかも覚えていないけれどねでもねこの気持ちを抱いたのがあなたでよかったって 心から思っているわいいえ少し違うわね体ごと燃えてしまいそうなこの気持ちも水の中でたゆたうようなこの気持ちも全部あなたじゃなければダメだったのよひとかけらも残らずすべてをあなたへ捧げたいの。 それ以外なんてもう考えられないわあなたに出会う前までの私にはもう戻れない戻りたくもないわあああなたに出会えて本当によかったねえそばに寄ってもいいかしら全身であなたの熱を感じたい <laughs> ありがとう お邪魔するわねああ暖かいわあなたの生命の熱、心臓の鼓動、血が巡る音あなたを形作るすべてのものが好きで好きでたまらないこれ以上夢中になってしまったらどうなっちゃうのかしら 今よりももっともっと幸せで愛に満ち溢れた毎日を過ごせるのかしら。それとも感情に溺れて我をも忘れてまるで本物の怪物のように何もかもを押しつぶして全部、 亡くなってしまうのかしら。あなたは、そうなってしまった私のことも、受け入れてくれるのかしら。どちらにせよ、あなたへの愛はなくならないわ。それだけは変わらないって誓えるの。ねえ、私の愛しいあなた、運命の人。 あなたは私を受け入れてくれるまあ、受け入れてくれるって約束してくれるのね。なんて素敵な人なのかしら。なんて優しい人なのかしら。どうしましょう、ますます愛しくなってしまったわ。<laughs> あなたのこと、今すぐに抱きしめたいわ。 抱きしめたいのいいわよねぎューぎューああせなんて素敵なのかしらもうダメ今すぐにでもあなたが欲しくなっちゃったああでも我慢しなくちゃちゃんと準備は進んでいるものあと少しあと少しだけ我慢するの。 まあ、あなたってば、また眠たくなっちゃったの <laughs> いいわよ。ゆっくり休んでちょうだい。おやすみなさい。どうかあなたに、幸せな夢が訪れますように。ねえ、あなた、なんだか顔色が悪いわ。 どうしたの体の調子が良くないのあらまあ心配だわどうしましょうここには人間に使えるようなお薬もないしお医者様もいないものどうしましょうどこが痛いのどこが辛いのああどうしましょうあなたに何かあったら私 頭がぼんやりして意識が遠のいていくのそのままずっと眠ってしまいそうになるくらいにそれってとっても恐ろしいわね怖いわよね何かできたらいいのだけどあら待ってちょうだいそうだわ。 そうだったのね <laughs> やっと準備が整ったってことよねあなたが死ぬまで私が死ぬまでずっと一緒にいるための準備がどういうことかってそのままの意味よあなたは私と一つになるのそのためにずっと準備をしていたのだけれど ようやくそれが整ったのね。ああごめんなさい。何も怖くないわ。痛いことは傷つけるようなことは決してしないとあなたに誓うわ。でもそうねちょっとだけあなたと交わるためにいろいろするけれどとっても気持ちがよくて幸せなことよ。 これから先もずっとずーっと一緒にいられるの嬉しいでしょ幸せでしょ身も心もすべて二人の境界が溶け合ってぐちゃぐちゃに混ざって一つのものになっていくのよ。私はとっても幸せよ。今までで一番幸せ。 だって愛するあなたと二人で永遠になれるんだものさあ私のゆりかごでお眠りなさい優しく包み込んであげるから <laughs> あなたがここへ来なければ少しでも長く。 人間として生きていられたでしょうにあなたがここから逃げることができれば一秒でも長く人間として生きていられたでしょうにあーなんてかわいそうで愛おしいのかしらほらだんだん頭がぼーっとしてきたわね少しずつ少しずつ 指もうつらいことも苦しいことも全部全部忘れてしまいましょう <laughs> そうそのままゆっくり幸せなことだけ気持ちいいことだけ考えましょうね。 自分が少しずつなくなっていくのは気持ちがいいわね頭の中が真っ白に塗りつぶされていくのはとっても気持ちがいいわね悪いことじゃないわ悪いことじゃないの気持ちのいいことが悪いことだなんて誰が決めたのかしら そのまま全部委ねてしまいましょう。意識も体も何もかも。<laughs> そろそろ食べごろかしら。とろとろになった表情が可愛いわ。すっかり出来上がって。 なんて美味しそうで愛おしいのかしら。あなたの体は私のもの。あなたの心は私のもの。あなたの柔らかな唇も私のもの。もう二度と話してなんかあげないわ。やっとようやく。 捕まえた意識を保っているのも辛くなってきたでしょ我慢なんてしちゃダメよ全部全部私に委ねてそうよそれでいいの理性も本能も。 すべて投げ出してしまいましょうおやすみなさい愛しい人これからも永遠に幸せに暮らしましょうねウ <laughs> <laughs>